サミュエル・フォードは、アメリカ、ロードアイランド植民地、ウェスタリー出身の農夫、商店主及び政治家である。ロードアイランド植民地の知事を務め、後に大陸会議代表になった。1764年、他の数人と共同行動をとって、ロードアイランド植民地カレッジを認可させるために、当初の仲間すなわち理事となった。 ウォードは1725年にロードアイランド植民地、ニューポートで土曜日を安息日として守るセブンスデー、バプティスト教会員、リチャードトメアリー・ティリン・ガストのウォード夫妻の子供として生まれた。父のリチャードはニューポートの商人であり、1741年と1742年にロードアイランド植民地の知事を務めた。ウォードの少年時代や受けた教育についてはほとんど、 知られていない。1745年、ウォードは近くのブロックアイランド出身のアンナレイと結婚し、ウォードが農業を始め、店を開いたウェスタリーで生活を始めた。ウォードは1756年に植民地議会議員に選出された時に公的な経歴を始め、これを1758年まで続けた。 1758年から1761年まで3度知事選に打って出たが落選した。1761年、議会はオードをロードアイランド最高裁判所の首席判事に指名した。オードはこの職を1年だけ務めその後の1762年に知事に選出された。1765年から1766年にももう一期知事を務めた。 ウォードは1765年の飲酒法執行に対する制約を拒んだことでは唯一の植民地知事となった。1774年、ロードアイランドはウォードを大陸会議に送り出した。ウォードは機密委員会などいくつかの重要な委員会の委員を務め、大陸会議が全体委員会になるときはしばしば議長を務めた。この大陸会議に出ている時にウォードは 天然島にかかり、アメリカ独立宣言に署名することになる3ヶ月前に、フィラデルフィアで死んだ。当初は、フィラデルフィアで埋葬されたが、1860年に、ニューポートの共同埋葬地及び、アイランド墓地に移送された。サミュエルとアンナの夫妻には11人の子供が生まれた。次男のサミュエル・フォード・ジュニアは、大陸軍の中佐を務めた。早村には、 リパブリック参加を作詞したジュリア・ウォード・ハウがいる。ウォードは1764年からその島で理事を務めたロードアイランドカレッジを設立した仲間の一人でもあった。ウォードはロードアイランド植民地の設立者、ロジャー・ウィリアムズから、父系からも、母系からも二代後の子孫だった。1937年、ウェスタリーの町はその新しい高校にウォードと名付けることで、 ウォードの記念とした。現在のウォード高校キャンパスの本館前にあった道も、ウォードアベニューと名付けられていた。この本館は大きなジョージア町建築であり、1939年以来町の生徒のために尽くし、現在は2005年に建設されたより大きな高校キャンパスの一部になっている。この学校は、ウォードビルとバブコックビルという二つの建物で構成されている。 20世紀後半、他の教育学区の道に従って、ウォード高校は正式にウェスタリー高校と改名されたが、ウォード高校の頭文字である WHS を使っている。当初の記念の精神を守る中で、この高校の主考街道は元知事の名前を与えられ、大きな正度生命板が玄関で訪問者を迎えている。ありがとうございます。